アレクサンダー・S・ケメリング・著ザ・バッカニアーズ・オブ・アメリカ1678年より、バルトロメウ・ポルトゲスは、ポルトガルのバッカニア。1660年代に、スペインの船を攻撃した。ポルトゲスは、海賊の掟を作成した人物であるとされ、後のジョン・フィリップス、バーソロミュー・ロバーツ、エドワード・ローなどの18世紀の海賊たちが使用したとされる。名は、バーソロミュー・ポーチュギースとも表記される。ポルトゲスは33人の部下を連れて、ジャマイカを出港し、獲物を求めて、キューバ沖を航海していた。そこへハバナへ向かう、途中のスペインの大型船と遭遇し、これを攻撃した。この船は砲20門で武装し、70人もの乗組員がいたためポルトゲスはたちまち撃退されてしまったが、味方に大きな損害がないことがわかると、再び襲撃した。海賊たちの勇猛な攻撃ぶりに、スペイン人たちは戦意を喪失し、5万シリングもの値打ちがあるカカオ豆を略奪されてしまった。戦果を挙げたポルトゲスはジャマイカに帰還しようとしたが、逆風に相容なくキューバのサンアントニオ岬に向かった。ポルトゲスはこの地で補給などを行おうとしていたが、岬に近づいた時、運悪く3隻のスペイン船と遭遇し、船諸とも捕虜にされて略奪品も取り戻されてしまった。一味が捕虜になって2日目、突如として嵐に襲われ、3隻の船はチリジリになった。海賊を乗せた船は無事にカンペチェにたどり着き、ポルトゲスが捕らわれたことを知った商人たちは大いに喜んだ言う。カンペチェの治安判事は海賊一味を刑務所に入れたが何度も脱走した経験のあるポルトゲスだけは船内に監禁し、翌日には絞首刑に処すことに決めた。しかしポルトゲスは隙をついてナイフで見張りを刺し殺し、ワインを入れる壺を浮き袋代わりにして岸辺まで泳いで逃げた。カンペチェの町の人々はポルトゲスを捜索したが、ポルトゲスは森の中に逃げ込んで大木の空洞の中に3日間も潜み、追跡から逃れた。ポルトゲスは2週間にもわたって海沿いを歩き続け、やがてカンペチェから190キロ離れたトリエステ湾にたどり着いた。そこで海賊仲間の手を借りてジャマイカに帰還した。バーソロミュー・ポーチュギース、ナンパ船、アレン&ギンターのシガレットカード、パイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズジャマイカにて、海賊仲間から船と20人の乗組員を提供された。ポルトゲスはカンペチェへの復讐を誓い、奪われた船を奪い返すために、再び出港した。カンペチェに到着したポルトゲスは商人と偽ってスペイン船に近づき、油断していたスペイン人たちを襲撃してまんまと船を拿捕してしまった。この船には豪華な積み荷が満載されていたためにポルトゲスたちは大いに満足したが、キューバのピノス島に接近した時、嵐に襲われて船が沈没してしまった。ポルトゲスはカヌーで脱出して生還し、再三の悲運にもめげずに海賊行為を継続しようとしたが、これ以降略奪に成功したという記録はない。ありがとうございます。